は、アメリカ合衆国テキサス州に位置する軍である。2000年現在、ここの人口は3373人である。ここの軍庁所在地は、ブレナムである。この軍は、初代アメリカ合衆国大統領、ジョージ・ワシントンの名を取って命名された。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積1609平方キロメートルである。 このうち1578平方キロメートルが陸地で31平方キロメートルが水地域である。総面積の1.95%は水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口3373人、11322世帯及び7936家族が暮らしている。人口密度は19平方キロメートルである。 8、平方キロメートルの平均的な密度に13,241件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は、白人74.68%、アフリカン・アメリカン18.66%、先住民0.27%、アジア1.21%、太平洋諸島系セント、その他の人種4.02%、及び、 根結1.16%である。ここの人口の8.71%はヒスパニック、またはラテン系である。2000年国勢調査に基づくワシントン軍の人口ピラミッドこの軍内の住民は24.70%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が11.10%、25歳。 以上44歳以下が25.30%、45歳以上64歳以下が22.10%、及び65歳以上が16.90%にわたっている。中央値年齢は37歳である。女性100人ごとに対して男性は94.70人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は92.10人である。 この軍内の世帯ごとの平均的な収入は36,760ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は43,982ベイドルである。男性は31,698ベイドルに対して、女性は21,346ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は17,384ベイドルである。 人口の12.90%及び家族の9.80%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の14.80%及び65歳以上の14.50%は貧困線以下の生活を送っている。ブレナムにあるワシントン軍庁舎。ありがとうございます。